素晴らしい担ぎ技で投げつけました田島選手と、こちらもさっきダイアップセット中野寛太選手を倒した100キロ級の新ホープ、全日本ジュニアチャンピオン、今年大学1年生になったばかりの新井道太選手です。いや田島選手の勝ち上がりだったんですか、ここで中野寛太選手だろうと誰もが思っていたと思うんですけど、新井選手素晴らしい、階級は田島選手が90キロ級、新井選手が100キロ級なので1階級の差がありますが、身長は田島選手の170センチでした。新井選手185センチ、15センチの差があります。ただ組手は田島選手が右、新井選手が左組みの喧嘩です。ただこれどちらも技のある選手ですから、技一発のある選手ですから、いやー夢対決だな、ドリームカードですね。いいですね、はい、田島選手、そして田島選手非常に無差別カテゴリー団体戦でも輝いてきた選手です。高校時代大学時代と担ぎ技の振りを使って組手の状況を直します。新井選手ただ引き手が袖の外側を持ってます。うわー、そこに出足払いあったでしょう、技あり。いやすごい、すごいな新井選手、見えてないところから足を払い切りましたね。今前線は引き手側にあったんですけど、釣り手側が襲ってきました。田島選手ちょっと背負い投げを使って直したことない、浮くか浮かないかの足の滑らせ方ですね。腰切ってたこともあり、右足をわざと出してるんだ、この状況で。そうですね、うん、有効になるかな。決めの動作がね、スローで見るとなし、そうですね、決めの動作ですね、着地の一瞬、あれ決めに行ってれば一本気だったんですけど、ただあのゼロ距離から腰切ったところにぬっと抜いた、うまかったです。田島選手肘抜きの背負い投げ、いや田島選手らしい。そしていわゆる境返し的な形で横返しから足を持って返そうとしたんですけど、これは届きませんでした。ちょっとまだ場内どよみすぎが収まりませんね。そうですね、はい、いやでもあの足払いをノースコアで切り抜ける田島選手の凄さっていう、そうですよね、やっぱり強い選手なんですね。空中で完全に死に体に見えましたからね、はい、確かにスロービデオで見るとそこから身を切ってるんです。あ、ただこの出足払いのプレッシャーはいいですね。組手です、大外刈りが届く、そのまま戻して内股、うわ力かかった、追ってく力がすごいですね。そうですね、そしてこの新井選手の荒さがいい意味でこう作用してますよね、うん、無差別で。多分こう見た目には見た目に感じない何かこう追い足の強さとか、そうですね、いろんな選手が言うんですよね、あの新井選手の大外刈りなぜか入らせちゃうという。左の肩入り背負い投げ、ただ新井選手その肩入り持ったのでその目の前にある袖捕まえてしまいました。すごい大内刈り、そこから内股につなげます。こう選抜体重別選手権が大学入学初めての試合ということになるんですけども、この短い期間でだいぶ印象が違いますね。全然違いますね、強くなっているのか。でも田島選手は多分こっからもうあのこのペースでいくとまずいので、そうですね、肘抜き背負い投げ、後ろ前を交えて、はいはい、まさに今コーチが出ましたね、はい、それであの主導権取りに行くと思うんですよね、はい、その足払いをこれですね、これをどういうふうに田島選手が捉えるかっていう問題で流れが変わってくると思うんですよね。もう怖がらず前に前に、あ、うまい、うまい、うまい、引き込み返しを先に先にました、はい、ただあの出足払いは指示出てますよ、指示というか狙ってますよね。そうですね、東海大作戦というか、そうですね、田島選手が多分腰回す前に体身を切って体つけてくるような背負い投げ、高い背負い投げに来る、 そうですね、その身を切ったところに出足払い出とけという、そういう感じに見えます。横向けてるわけですからね。そうですね、田島選手まだ右足を怖がらず出してますので、さっきからあの足払い何回か食らいながらも出してますので、うんうん、なのでチャンスどころは
出てくると思うんですよね、はい、でも新井選手もチャンスどころが出るんじゃないかなと、あの右足でも下げちゃうと内股を、ね、襲ってくるわけですよね、そういうことですね、うん、面白いですね、あの田島選手の背負い投げが高く投げようとするとこう先に体つけに行くじゃないですか、腰切って、そうするとやっぱ出足食いやすくはあるんですよね、そこに多分入れてるんですね、これだからそうですね、一歩踏み込んでる時にあれですよね、ベンチから指示があったんでしょうね、あの引き手も組ませてますよね、はい、肩車には大内より1回戦の同じような入り方ですね、はい、でも今のところこの打点の高い肘の背負い投げには出足払い、肩車には大内刈りとちゃんと田島選手のこの技っていうのに手立てを持ち込んできてますね、荒井選手、こう荒削りなところが売りの荒井選手ですけど、こう非常にきちんと手立て打ってきてますね、そうですね、背中台と立ちますね、面白い、大内刈り、内股、どうするんだろう、大外刈り、荒井選手、大内刈り、うまい、変えましたね、いや、田島選手、見事に変えましたね、戦型を、この引き出し、いや、すごい、このきちんと腕が開いた、外に出てる横師匠固め、これではなかなか逃げられない、この腕の状況では力がかけられない、団体戦の時もこうやって取りましたよね、そうですね、てか懐かしいですね、この田島選手のこの団体戦というか無差別で私たちを驚かせるようなこの戦型変更、はい、大拍手です、あの右足を怖がらずに最後まで出し切ったっていうのがかっこいいですね、はい、そして田島選手、加藤博隆選手、柿田恭平選手の私たちが全日本男と呼んできた2人が引退した大会ですが田島選手資格ありじゃないですか、これ本当です、ね、この先この試合を見るの楽しみですね、素晴らしい、いい試合でしたね、田島選手この2試合とも本当に面白い試合をしていますね、ベスト8入りですか、すごい、この戦型変更、うん、新井選手当然抱きに行くんですが、はい、返せないですね、そうですね、裏にも取れない、お家で開いたところで足、あ、この後も早いですね、横翔ため上手いですね、スモールパッケージって感じですね、いや面白かった、そして新井選手も見せてくれましたね、そうですね、あの先日の選抜体重別でちょっと、まあ自分の力を発揮できなかったんですけども、やっぱり新井強いなっていう風に思わせた大会だったんじゃないですか、そうですね、もうなんかあの柔らかさとその何ですかね、しなやかさ同じになるかもしれないですけども、あるので、ここから筋力とか、それだからスタミナがついてくると、余計化けてくるんじゃないかなと思わせてくれるような選手ですね、なんかやっぱりこう、単純な実力評価だけじゃないこう、大物というか格変ありそうというか、ありますね、そういう印象を与えてくれた試合ですね、いや面白かったな、大興奮で、そして全日本選手権やっぱり面白いですね、こう世界選手権の代表がいないって言われてたんですけれども、やっぱり面白いですね、見応えがありますね、見応えありますね、全日本に外れなしですよ たまりに姿を現しましたのが赤を占めておりますが、国士舘大学高橋翼選手、そして先ほど、素晴らしい試合を見せてくれました大阪府警察の西尾徹選手、重量級同士の対戦となります。西尾選手は熊代選手に勝ったのはすごいことですね、いやー驚きました、驚きましたね、はい。